フランシスコ・サレジオは、カトリック教会、聖公会の聖人。ジュネーブの司教。17世紀の宗教改革の困難な時代にあって、カトリック教会の主牧者として大きな働きをした。著作をよくしたことから、作家、ジャーナリストの守護聖人でもある。著作としては、新人生活入門などが有名。貧者の友としても知られている。フランシスコ・サレジオの記念日は1月24日。サレジオはイタリア語でサール・セールズのという意味。現代イタリア語ではフランチェスコ・ディ・サレスとするのが一般的で、フランス語読みではフランソワ・ド・サールとなる。当時の南フランスからスイス、北イタリアはサヴォイア家の領土であった。彼はサヴォイア地方の貴族の家に生まれ、自由学芸を収めた後で、アヌシーや名門パリ大学で法学を学んでいたが、周囲の期待を裏切り、世俗の栄達を捨てて、カトリック司祭になる道を選んだ。宗教改革期、ジュネーブはカルバン派の拠点となっていたため、カトリックのジュネーブ司教は、アヌシー滞在を余儀なくされていた。この時代に、ジュネーブ司教となったフランシスコは、困難な状況にあっても熱心な説教やわかりやすく、書かれた著作によって活躍し、優れた精神的指導者として名声を得た。1610年には、霊的指導者をしていたシャンタルの聖フラシスカと共に女子修道会、聖母訪問会を設立した。1622年12月28日、サヴォイア公の随員として訪れたリヨンで隠し、長く活躍したアヌシーに葬られ、今でもその墓がアヌシーにある。1661年、列服。1665年、列聖。1877年には、ピウス9世によって、教会博士とされた。19世紀、北イタリアのトリノで活躍した司祭、ヨハネ・ボスコは、自らの修道会の名前を、フランシスコ・サレジオにちなんで、サレジオ会とした。これはフランシスコが、サヴォイアゆかりの聖人であるだけでなく、彼の柔和な人柄、著作による、宣教活動、貧しい人々への共感などに、ヨハネ・ボスコが大きな影響を受けていたからであった。ありがとうございます。